ナカナンチ。皆さんこんにちは、三倉かなです。マナカナンチご覧いただきありがとうございます。マナカナンチなんですけどね、ここにもう一人いないんですよ。ちょっと私一人ですが、見てください大丈夫ですか？ちょっと、はい、頑張ります。もうご存知の方もいらっしゃると思いますが、姉のマナが12月に第一子の女の子を出産しました。イエーイ、めでたい、ありがとうございます。本当コメントでもね、マナさん出産頑張ってくださいとか、いろいろね温かいコメントいただきましてありがとうございます。無事いい報告ができてよかったです。でマナは まだ産後間もないというのと、この、ね、ご時世というのもあるので、ここにはいないので、今日はリモートでつなぎたいと思います。マナカナンチ、イエーイ、マナさん、イエイエーイ、久しぶり、たちたち元気？元気にやってるよ。改めまして無事に出産しました。本当もう皆さんのコメントとかすごい励みになりまして、本当にいい報告ができてよかったです。もう生まれて1ヶ月1ヶ月ちょっと経って、でもう1ヶ月検診も無事に終わって、私もだんだん気力も回復しつつ、でも家にいることが今ね、多いかなって、だからね、お店とかそういうのはいけないけど、ちょっとずつお散歩したりとかぐらいはしなきゃなと思いつつって感じ、ゆっくりしてくださいよ。どうもペコリ、はい、そう、なんかせっかくだからちょっといろいろインタビューって言ったら改まるけどね、カナが回してくれんの？僕私しかおらんねん、もうマナカナンチやのに私一人でゆっくりやってるよ。カナンチ、カナンチやで、ちょっと守るわ母親になったわけやん、実感としてはどうなの？お腹にいる時と産んでからみたいな。妊娠が分かってお腹にいるっていう段階から母っていう気持ちではあったから、産んだから母になったとは思えへんけど、生まれてすぐ泣いてくれて元気で、でその顔を見た瞬間にこの子やったんやと、あんお腹で元気に動いてたのはこの子だったのねっていう感覚、エコーの写真の顔と出てきた顔って一緒やった？違うかった？似てた、すごい、今のエコーってすごいもんね。そう、エコーでいつも手でこう顔を隠してたんやけど、生まれてからもうこの手しょっちゅうしてるねん。かわいい。だからここに手があるのが好きな子なんやなっていうのはもう一緒、今で妊娠中の方も意外とあの時の特徴と同じっていう部分もあるし、でも意外と違うところもあるし、その妊娠期を振り返ってみて今どう？やっぱ大変やった？お腹が息苦しいなと思うことが多かったから、だから生まれてすごいホッとしてる。お腹が大きくなってご飯がちょっとしか食べれなかったから、でご飯食べるの好きやのにそれがいつもなんか悲しいなと思ってて、でも産んでからは息苦しさがなくなったからすごいご飯が食べれて、よかったね。それ何より嬉しい。ご飯美味しく食べれるって大事やからね、生きる上で大事、本当に。お寿司食べたかったから退院したその日に、あのパック寿司の1000円超える、しかも割引シール、違うめっちゃいいやつやん、めっちゃ贅沢やん。生まれてからともうすでに1ヶ月経って顔だいぶ変わったよね。そう、今1ヶ月ちょっと経ったから、体重も1キロ弱ぐらいは増えてるから、だんだんこうもうムチムチしてきて、もうここら辺もしっかり二重顎だし、私写真めっちゃ送ってもらってるやん。でももうどんどん新生児じゃなくなってきてるもん。何がびっくりしたって、何？カナが思ってた以上におばばかになってくれた。いやめっちゃ可愛くって私もね会いに行ってね、そしたら可愛くて可愛くて可愛くてびっくりして、私正直マナがお腹の中に赤ちゃんいる時半分人ごとやってるかほんまに楽しみやな、会いたいなとかは思ってたけど、めっちゃ可愛くってちょ衝撃的で、何から何まで可愛いのよ。顔可愛いし動き可愛いしこういうことなんや、めいっ子可愛いってっていうやつ。カナってやっぱり結構ドライな部分もあるから、あるある、だからあ私の時ほどおばばかにはならへんやろなと思ったら、
キャワイイって言って写真 も毎日送ってみたいな感じになって LINE やった。 LINE でめっちゃ写真送ってもらってキャワキャワって送ってるもんね。気持ち悪いけど、これからもよろしくお願いします。何でも買ってあげるからね。買って買って買う買う。生活ってどんな感じのリズムなの？生活はやっぱり運で分かるのは、うん、赤ちゃん中心の生活になるってこういうことやな。赤ちゃんがお腹空いてたらもうずっとそれにかかりっきりで、うん、赤ちゃんがやっと寝た時にやっと自分のご飯食べれるとか、こういうことなんだなっていうのは実感している。昼間一緒に昼寝したりしてる？そう、私もともとめちゃめちゃよく寝るタイプやん。 でもやっぱりまだ夜はこう2時間3時間おきに起きるし、それでミルクをあげたりする。だから昼間とかに寝てくれた時にも私も一緒に昼寝して。今は寝た方がいい。マナの体調面とかはなんか体重は？体重でもそんな増え、結局何キロ増えたの？結局はなんかずっと細ない。5、6キロ？そんなにたくさん食べれないタイプだったから、だからどっちかっていうと産後に食べれるのが嬉しいからちょっと増えそうで危険やなって思ってるところ。いいんじゃない、食べたら。体調面、体力面とかはどう？体力はもうやっぱりまだ家にいることが多いし、体力自体は落ちてるとは思うけど、でも元気よ、顔元気やもんね。なんか出産前に買っててこれめっちゃ使えるみたいなのとかは何？なんかある？妊娠中も紹介したけど、やっぱり結局授乳クッションはよく今も今してた。あ、そうなん。座布団にもするし、で赤ちゃんをその何枕みたいにこうそこに挟ませて、こうちょっとだけ頭をこうしてる方が好きっていうか居心地が良さそうにするから、で授乳クッションにも使うし、あとはでもやっぱり退院してからは授乳とかにもあるから、結局前焼きの服いかに必要かっていうこと。それってマタニティパジャマとかなの？これはマタニティとかそのキッママとかベビー用のサイトでネットで買った。へえ。退院してから。退院してから買ったんや、入院準備じゃなくて。そう、なんか入院中にもいろいろパジャマ買ったりとかはしてたけど、やっぱりどういう形がいいかって産んでみないとこう分かんなくて、もう全部がボタンのシャツワンピが一番便利っていうのは私的に思ったから、もうネットで買ってっていう感じ。あとは赤ちゃんのグッズもいろいろ揃えてたけど、結局肌着とか家で着る服が思ってたより足りてなくて、でそれもネットで結構最近買ってる。メオメガインみたいな。あ、ネットで買えるっていう意味ではそうね。でもやっぱり事前に用意するにしても、買っていらんってなってもあかんし、難しいところよね。なんて今ベッドで寝る？ベッド買ってったよ。うちの子はベッドで寝る。めっちゃいい子やん。そう、ベビーベッド買う買わない論争あるやん。あるある。結局使ったかったとかレンタルするとか。うちもレンタルしたけど一回も寝へんかったもん。毎日ベッドで寝るの？ねんねん。めっちゃいい子やん。うそー。いや、買うか買わないかすごい迷ったし、まあ、でもまず1個生地になるから、赤ちゃん用のおむつとか、ね、ストッキングとか下に置いたり、かさばるものを全部ベビーベッドの下に荷物置きにできるのはまず便利やし、寝なかったら寝ないでいいかと思ったけど、意外とね寝てくださって、いやいい調子やん。1ヶ月経ってなんかこんなことしてみたいみたいな、なんかある？まあね、1ヶ月経ったし本当は、ね、お出かけしたり、ね、したいけど、今それができへんのはやっぱりちょっと残念かな。でやっぱりそのある程度コロナ禍でこう、ね、ソーシャルディスタンスとかっていうのもあるから、ママ友もできてないし。そこよね、そこよね。かなっていう心強い先輩もいるし、まあ、あと友達で、ね、たまたま同じ時期に産んでる友達もいるから、まあ、それは心強いけど、まあ、新しいそういう、ね、ご近所とかできてないのはちょっと寂しいけど、これからいつか落ち着いたらできたらいいなとは思うけど、なんかあ子供産んでよかったなみたいな思う？新生児の時から、赤ちゃんって新生児美少っていうのあるやん。あ、ニヤニヤするやつね。ニヤって思うやつ。あれって本人が嬉しくて笑ってるんじゃなくて、反射的に笑ってるんやけど、やっと分かってても嬉しいんだよね。あの笑顔を見ると。抱っこしてて、たまたまかもしれへんけど、抱っこした瞬間にあのニヤが見れると、私がこの子を守っていかなきゃいけないみたいな気持ちになるし、たまたまでも、へっていう顔したら、何嬉しいのみたいな感じで幸せな気持ちになる。泣いてたりして抱っこして泣き止んだりホッとしたような顔したら、あ、私がこの子を守るんだっていうのめっちゃ使命感に燃えてる。
今どこにおんの赤ちゃん。今はね、見ててくれてて、あ、寝てる。寝てるの。あ、会いたい。なんか手かなんかだけ映してくれへん。こうなんか何でも足でもいいねんけど、ちょっと様子見てきて、様子見てきて、ちょっと教えて。あ、出た。お出てね、起きてる、寝てる、起きてる、寝てる、ぼーっとしてる。え、目開いてる。おーい、かなおばちゃんだよ。おーい、かわいいお手です。声でわかるやろ。おーい。生まれた時からふさふさやったよね。なんかもうだんだん伸びてきてるような感じが。大きくなった感あるよね。あるあるある。あるよね。むっちりしてきてるし、うん、足も太もももムチムチやし、二重顎やし、うん。でした。一応かわいい母をやっております。やってるね。あ、じゃあ今妊娠中のママとか産んだばっかりのママに何か言いたいこととかある？私はやっぱりマタニティ時期がすごい長く感じたの。そう、とつき10日って簡単に言うけど、妊婦からするとすごい長くて、お腹もね苦しくなってくるし、早く赤ちゃんに会いたいし、うん、頑張ってこう、ね、過ごしてたらこの可愛い子に会えるから頑張ってね、うん、っていう、なんか自分よく頑張ったなと思えるし、うん、なんかすごい大変やったなと思うけど、もう今こうやって赤ちゃんと一緒に日々過ごしてると、うん、その大変さもこう忘れかけてるというか、やっぱり得るものがすごい大きいから、うんうんうん、大変やなと思ってたマタニティ期も、うん、頑張ってよかったなってすごい思える。そう、本当に安産を祈っております。もう一緒に頑張りましょう。マナカナンチ。さあ、ということで今回はマナとリモートでつないでね、いろいろ聞いてみました。いかがでしたでしょうか。マナどうしたってね、一人で頑張って仕切ってみましょう。もう笑えるやろ。どうする、もうみんな笑って。昔からさ、やっぱりどっちかっていうと私が仕切りがち、ね、まあ8割マナ喋って私は適当にこうしてるってやった、実はね。そう、うん、これからカナが仕切る動画が何本か上がると思うので、皆さん楽しみに、温かい目でよろしくお願いします。ありがとうございます。マナのね、赤ちゃんの成長も一緒に見守っていただけると嬉しいです。ではでは、さよなら。またじゃあね、マナさん、バイバイ。